关联。万両と言います。はい、在日レストランの専門の、飾りとか食器とか置いてますね。まあ、意味はありますね。やっぱり商売が繁盛するとか、お金がいっぱい入ってくるとか、お客さんいっぱい来るとか。で、こういう赤色は一応、中国では魔除け、悪いものを跳ね返したり、あと縁起がいい、縁起って分かりますか？ラッキーだったり、子供がたくさん生まれる、お金もいっぱい生まれる。この文字は、ラッキーですね。これはとてもいい文字です。この福という文字、だからいろんなデザインで使います。これは言葉の中で一番いい文字ですね。